明修大キャンパスナビはオープンキャンパスの様子をお届けします。キーワードは秋田大学指導らしいのですが、どういうことだろう。早速私も指導しようっと。修大キャンパスナビ。ナビゲーターはこの人、小笠原舞です。どこから見てみようかな。国際資源学部に理工学部、医学部、教育文化学部。あれ、学部が一つ増えてる。そうなんです。平成26年度4月に教育文化学部と工学資源学部を再編し、新たに国際資源学部、教育文化学部、理工学部、医学部の4学部になります。国際資源学部は一体どんな学部なんだろう。ブースに行ってみたいと思います。この学部について教えてください。はい、この学部では英語で行われる専門科目、日本と世界の大学、企業においてトップレベルの研究者、実務科教員による授業、海外でのフィールドワークなどを行う全国でも珍しい学部なんですよ。すごく面白そうな学部ですね。せっかくなので採掘体験をしてみませんか。はい。採掘体験。好奇心をくすぐる学部ですね。もっと知りたくなりました。学部の詳しい情報はホームページからご覧いただけます。修大キャンパスナビ。国際資源学部のブースでは様々なことが分かりました。新しくなる理工学部と教育学部のことも教えてください。理工学部は科学の本質を追求する理学と、それを応用し具現化する工学の知識、これらを土台に論理的に考え、新たなアイデアを生み出す豊かな発想ができる人材を養成します。教育文化学部は現在の4課程を教員養成を担う学校教育課程と、地域協働の核となる地域文化学科の1課程1学科に再編します。高度な実践力を持った教員と地域の魅力を知る、そしてその地を活性化させる将来ビジョンを描ける人材を養成します。そうなんだ、秋田大学が動き出してますね。修大キャンパスナビ。高校生の皆さんにインタビューしてみましょう。今日オープンキャンパスに来てみていかがでしたか。すごい分かりやすかったし、大学生活が楽しみです。どんな大学生になりたいですか。明日は大学生のような楽しくて充実した学校生活を送る学生になりたい。学食の味はいかがですか。最高です。もう10杯食べたいです。オープンキャンパスは学部ブースだけではありません。アトラクションもあるんです。ステージでは南米民族音楽サークルの皆さんが演奏しています。サークル活動は他の学部生と交流ができるため、有意義な学生生活を送ることができます。入学してから英語を本気で勉強したいならオールルームス、留学生や学生スタッフが計画立てや実際の方法をお手伝いします。英語を学んでいく自分のスタイルを在学中に身につけましょう。今回の修大キャンパスナビはいかがでしたか。今後も様々なイベントが行われる予定なので、詳しい情報はホームページをご覧くださいね。皆さんも私たちと一緒に指導してみませんか。それではまたねー。